さあやってまいりました、アネオト FC 対フォレストグリーン、イングランド4部の開幕戦です。ということで、どうもアネオト元赤崎蓮華です。今日も今日とて FIFA21 やっていこうと思います。さあいよいよ新シーズンの始まりというところで、なかなかねお金がなくて選手を獲得することができなかったんですが、少しずつ補強などもしていきたいなと思っています。一旦試合前まで移動。アネオトモート、はい、最悪な事態が起きてしまいました。まさか開幕戦収録ミスにより録画されず、オートセーブになってしまうのでやり直すこともできないという状況で、まさかの開幕戦をねお届けできないという状況になってしまいました。大変申し訳ございません。で 0-0 の引き分けでした。やっぱりちょっときついなというところはありますね。はい、気を取り直して2試合目いきたいと思います。レイトンオリエント戦ですね、やっていきます。いやー、まさかまさかの収録ミスやってしまいましたわ。ということで今回はしっかりと録画していることを確認していきたいと思います。相手は 4-1-2-3、 結構攻めっ気のあるフォーメーションになってますね。リバプールと一緒ですね。それではやっていきます。アニオトモート、さあやってきました。お届けする中で最初の試合となります。EFL リーグ第2節ですね。レイトン対アーメアート FC やっていきます。でアーメイニホームなので今日は青ということです。いやー、開幕戦引き分けてしまったので、ここはしっかりと勝って弾みをつけたいところ。Thank you. Enjoy the game. さあやってきます、キックオフ。さあ縦ビルディングから右オスリバン、ここもオファーが来てたところをしっかりと拒否してシュート打つが、いやー決められないか、ストップトーン。いや決定機、本当決定力ないわこのフォワード。センターバックまで下げて、左展開、この辺を一人飛ばしながらのショートパスにしたいんですけども、なかなかねその精度がないので難しい。ちょっと右、さあマーシュかわして、ここクロス、さあドフリー決めてくれ、さあ流し込んで今シーズン初得点、ビールディグは決めていく。アネオトフシ先制。いやーマーシュからの見事なクロス、しっかり決めてくれましたね。まあ、フリーだったんでここは決めてくれるだろうと思ったんですが、右足でしっかり流し込んでくれたアーロン・ビルディグ。この選手もね高値で売りたいなと思っているので、どんどん活躍させていきたい。さあ相手も一旦下げて、さあ競り合い勝って、マーシュ走ってほしいんだが裏、ここは粘って、さあ奪った、グランダー上げて、さあここも流し込んだ、ウィルディグか、ウィルディグ2点目、マーシュウィルディグのホットライン。さあ幸先よく2点取っていく。さあこれは相手サポーターも頭を抱えますね。ここよく粘ったマーシュ、完全にフリーでした。ディフェンスついてこなくてよかった。さあウィルディグ19分で2ゴール絶好調です。ここは落ち着いて回していきましょう。サイドサイド、さあマッシュ縦空いてますね。
中空いていて、ウィルディングからマーシューへのホットライン。さあ前が空いた。ここは一気に上げて、さあ流して3点目。今度決めたのストックトン、マーシュー。マーシュースリーアシスト。いやー、こんなにうまく決まるだろうかっていうぐらい決まっている。かなり格下相手だとは思うんですけども、しっかりと前半でゴールを決めていく。大量得点狙いたいよ。 GR21LJJ。 ここは奪って、さあ縦早く行きたい。さあオスリバン、ここは前に持っていく。いやもう自分で行くしかないか、中誰もいないんですよね。ここは打つ、決めていく。結構キーパーがニア切ってませんでしたね。ここは楽に決めていけた。さあ4点目。ニアぶち抜かれるか。相手キーパーそこまで強くないですね。ここはもう10点取っていきましょう。しっかりゆっくり回していきましょう。下げて、マーシュは結構ね足元もうまいので持たせてもある程度大丈夫。トップ下で使いたいところもあるんですけども、サイド適性が強いのでそこを使ってます。さあウィルディグ、ここは1人かわしてシュート、うーん、キーパーここはキャッチ。さあここで前半終了かな。ラストワンプレーあるか、ありそう。ここで前半終了か。さあ0対4で折り返し。ちょっとできすぎな気もしますが、後半もね気を緩めずにやっていきたいと思います。さあ後半キックオフ、メンバーは交代せずにそのままいきます。さあ逆サイ、ここは危ないですね。プレス確認。さあしっかりカットして、マーシュからフィリックス、一旦下げてソーンゴ、立ってオスリバンから、パスはちょっと雑なんですが一応は通った。さあ中、マーシュが空いているが、クロス、いやちょ待って、オフサイドか。アシッド、ゴールポストでボールをサンドしたみたいな形になった。大丈夫か、あれ足首怪我して。マーシュをね中心に使って攻めていきたい。ウィルディグ、ストットン、オスリバーン、ちょっとねサイドバックの上がりを待ちたいんですけども、ここは崩していく。さあクロス、いいクロス、さあ決めてくれ。いや外すか、ウィルディグフリーだったんですがちょっと決められない。ここは相手のミスに助けられた。さあマーシュが空いている。ここはワンツーで抜けたい。さあ抜ける、前空いてるよ。さあウィルディグ、サイド空いてるね。さあオスリバン押し込んで5点目。流れるようなパスワークで追加点、アネオト FC5 点目取りました。よし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 、よく見えてた。完璧な崩し、サポーターもにっこり。さあリプレイ、いやー落ち着いてたね。完璧にディフェンスがついていけないような状態でゴール決めました。さあここでちょっと交代選手使っていくか。もう試合も決まったんでね、ストットンを下げてスリーを使いましょう。でマーシュをプリングルに変えます。こんなとこかな。オスリバンもうちょっとしたら、怪我人が怖いんでね、ここは2人交代でいきます。
さあマーシュ、今日は3アシスト素晴らしい活躍見せた。これからも頑張ってくれ。さあフリーキックですが、ここは無理に攻めません。右サイドからじっくり行きましょう。オスリバーンへ、さあかわしてクロス、ニア抜けてキーパーが弾く。さあもうロスタイムというところ、アディショナルタイムというところなので無理せず行きましょう。さあプリングルに渡る。さあ最後の攻め、いやこれ自分で打つか、打ちましょう。いやえらいとこ飛んだというところで試合終了、5対0圧勝。いや前節ねちょっと収録できなかったんで、ミスったんですけども、まあ、お届けできた動画の中での初戦5対0の完勝です。いやオスリバーシュート2本でゴール2ゴールいいですね。マンオブザマッチは誰だ、個人的にはマーシュなんですけども、ウィルディグか。さあレーティングは高い、マーシュ 9.3、 ストックトン 8.4 で、オスリバンとウィルディグが10点で、まあ、キーパーはねあまり活躍する機会なかったのでしょうがないんですが、まあ相手もそこまで高い評価点は取れなかったと。いやこのままねマーシュとかどんどん活躍させて移籍金を釣り上げていきたい。さあ試合データも完璧ですね。相手にシュート1本も打たせず、枠内シュート7本で5ゴール、申し分ない試合となりました。さあ試合後インタビューです。ハネオトモート、さあ2試合目やってきました。カラバオカップの1回戦ノーサンプトンとの試合、相手は 5-2-1-2 変わった感じですね。さあどれぐらいの差があるのか、先ほどと同じメンバーでやっていきたいと思います。いやカラバオカップは勝ち進みたいな、せめて3回戦くらいまでは行きたい。ハネオトモート、さあカラバオカップ1回戦ノーサンプトン戦やっていきたいと思います。まあ、簡単には負けたくないので、ここはしっかり戦っていこう。どれぐらいのレベルなんだろう相手、あまりスカウティングはしてないので。ただ 5-2-1-2-1 というちょっと変わったフォーメーションを使っているので、かなり守備的ではあると思うんですが、さあ下げて組み立て直しか。さあパスミス、ここはカウンターのチャンス、マーシュに預けたいが相手も揃っている。さあマーシュサイドから切り込んで、ここはクロス上げる、相手に阻まれた。しっかり切っていきましょう。奪えないか、アシュリーシール、ああ中使われた、まずい。ああよかった、下げさせて。さあ相手のパスミス、ただ相手3バック残ってるんですよね、しっかりなのです。さあここはマーシュが空いている、キーパーが出てくるか、間に合わない。これ下手したらレッドになるんですけども、まあそういうゲームだからそういうことなくてよかった。あジョー・ゴメスがリバプールからスパーズに移籍するのか、ちょっと空いてる空いてる空いてる、まずいまずいまずい。さあ逆サイ、ここはシュートブロックしたい、ナイス。さあ速攻チャンス、左サイドマーシュへ、ちょっと待って、なんかこれでファールなし、結構危ないプレーだぞ。さあ相手のミスに助けられた。さあマーシュの前が空いている、ここは縦行きましょう。さあチャンス、ここは流し込みたい。さあいつものパターン、マーシュからのウィルリグホットライン、アーネオト先生41分。いや完璧なカウンターの流れでした、ね、
ビルディグが今日も絶好調。まあ、この流れはもう姉音のお箱といったところ。さあ、格上相手にカラバオカップ1点先制しました。これは大きい。パーシバルで、マーシュサイドバックの上がりを待ちたかったが、ここは自分で行こう。さあ、今移籍市場を騒がせているこのマーシュ。さあ、パサが空いている、ヘディング、いやー、ポストかー、コスリバン決めきれず、ここで前半終了、1対0のリードだが、いや、今の決めたかった。さあ、後半キックオフ、メンバーの交代はなし、このまま行きましょう。さあ、裏ローズ、ここは粘って粘っていきたいよ。打ちパス、さあ逆サイドは切りたい、ここのパスは切って、中央空いている、逆サイドも空いている、まずい、ちょ待て、ディフェンスが全然行っていない、危なかった。逆サイドへ、オスリバンのところ、そうですね、この相手が前に出たタイミングでパス。さあ、チャンス、中ちょっといないけども、マイナスクロス、誰か合わせられる、シュート打つが、いや、左に外れる、ビルディグ、ここはミートしなかった、ちょっとシュートにかかりすぎましたね。さあ、ファー、ここはしっかり跳ね返す。さあ、プレス行きたい、逆サイド、いやー、クロス上がるか、ここはクリア、ファールなし、しかし相手のパスミスに助けられた。さあ、マーシュへ、縦行くよ。さあ、マーシュが縦に持っていく、味方がいないので、ここは自分で行くしかない。さあ、シュート打つ、決めていく、マーシュ、さすが、アネオと追加点、マーシュの今季初ゴール、いや、見事だね、あのシュートは素晴らしい。リプレイ見ましょう。自分で持っていって、結構難しい角度よこれ、左足でしっかり決めていった、キーパーの間抜けたのか、まあ、キーパーのレベルがそれほど高くなくて助かった。さあ、マーシュ、そろそろ下げて休ませようかな、70分過ぎたぐらいで休ませましょうか。さあ、ゴール決めたマーシュに変えてメンデスを使います。いや、本当この選手どこまで移籍金跳ね上がるのかすごい楽しみですね。いやー、そこ空いているか、まずい、いや、奪われた。さあ、ここはしっかりシュートブロックしたいよ。ナイス、ラベレ、キャプテン、おー、危ないパス、ちょっと待って、いやー、奪われた、まずい、1対1、いや、決められたか、あそこのミスはちょっと痛すぎる、まずいな、このパス、キープミスは痛い。さあ、残り5分、ちょっとウィルディグにイエローカード出てるな、どのプレーでしょう。アディショナルタイム3分、いや、下げます、ここは試合巧者でいくよ、しっかり時間を使って勝ちを拾っていきたい。まあ、最後キーパス入れようかな。さあ、オスリバンへ、縦いけるか、さすがにちょっと難しいな、でも縦パス入るね。さあ、ストプトン、いやー、ここはキープできず。さあ、前からプレスいって、ここで試合終了、よしよし、勝った勝った、なんとか1対2で勝利、いや、危なかった、ちょっと中盤でのミスで即失点につながってしまったので、ああいうところ改善したいですね。さあ、今日もゴールを決めたウィルディグ、
MVP でしょう。さあスタッツですが、いやマーシュ 9.5、 チームトップのレーティングですね。さすが。あ、ウィリーティング 7.7 か。イエローカードがちょっと余計だったかなっていう感じ。まあ、相手のホスキンスが 8.1、 高いですね。こっち8点台がいないですな。残念。羽をとまおうと。さあカラバオカップ勝ち進んで次のリーグ戦まで飛ばしましょうかといったところで、今回の動画をここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。